でこのクッキーさんに関してはあのー、多分ね昔の経営劇とかあとまあそれこそ吉本の新喜,新喜劇とかもありますしその昔の喜劇人のやつとかものすごい見てる方じゃないのかな <laughs> と思ってるんですよねまあ多趣味な方なんで。 はい、えー、こんにちは、花太郎です。今日はですね、あのこちらに載ってますあの、極主不動ですね。極主不動が来週最終回になりますので、そちらのお話と、これちょっとくるくる変わってすみません。こちらと、えー、とこちらですね、社内マリッチハニーですね。こちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたしますと。はい、じゃあ、えーと、お話しすることがですね、こちらですね。はい、まずはこちら、極主不動の方ですね。こちらと、こちらと。はい、そんな感じですね。で、社内マリッチハニーの方が、こちらと。 はい。じゃあ、そんな感じのお話になりますので、よろしくお願いいたします。と感じですね。まあ、ざくっと言いますと、まあ、こちらですね。これね、もうちょっと下があると思うんですけど、登場人物が、えー、ちょっと待ってくださいね。これですね。これね、もう決まってるんですよね。これ。大 <laughs> 体こんな感じの、えー、と登場人物。まあ、漫画がね、原作になっているということで、まあ、楽しい感じになってます。と。はい。じゃあ、こっちから行っていきましょうかね。相関図から見ていきますね。全体としては、 そうですね、まあ、あの玉木さん演じる達さんとミクさんと、まあ、あのこちらですね、えーと、マサさんと、まあ、あと、ね、姉、姉、姉さんですね、姉さんと、まあ、あの江口さんっていうですね、江口さん、まあ、まあ、今日はね、橋本潤さんとかも出てこられましたって感じですね、まあ、極道、ハートフル、極道褒め、極道、 系ホームドラマっっっててて感感感じじじででですすすかねねはいそんな感じになにますよって感じです、ね、で自分が楽しみにしてるのはね、もうこちらです。ストーリーを追わずにお芝居を見るとですね、まあ基本皆さんね、やっぱあのドラマを見るとき、どんなお話かなっていうのを見るんですけど、ちょっと昔ね、ちょっと言われたことがあって、まあお芝居とかやるんだったら、ストーリーを追わずにお芝居だけを見ると。 うん、そういった感じで見るとね、ちょっといろんなものが見えてくるって感じですね。で、自分が今日は良かったと思ったのは、こちらですね、じゅんさんとクッキーさんですね,ね。最終話にもクッキーさん出られるみたいなんですけど、ちょうどいい感じだったんですね。どれが良かったかというと、これちょっと反則技なんですけど、ここですね、このクッキーさんが喋ってますよね、クッキーさんが喋って、また、あ、ろしさん、ここがいるんですけど、この顔ですね、<laughs> もう少年みたいな顔してますよね、このじゅんさんだからね、この、 このクッキーさんと志尊淳さんの絡みはね、ちょっとね、最終話もちょっと楽しみにしてます。はい、そんな感じですね。で、同じようなちょっと楽しい組み合わせがありまして、えっ、ー、と、自分がちょっと楽しみにしてるのは、玉木宏さんと滝藤賢一さんですね。これはあの、まあ、最終話前のね、回もね、ちょっとあったんですけど、ここはね、最初初、見で見たときからちょっといい感じなんですよね。だから、なんか役者さん同士のやりとりをしてるって感じがちょっと楽しく見れると。 そんな感じですね。あとは、何話か前にちょっとフィーチャーされたあの古川雄太さんっていうものかな。あの警察官の方ですね。えっ、ー、と、この警察官のこの2人の絡みですね。これもいいって感じですね。こっちに関しては、どっちかといえば安井さんの方ですね。佐島さんの方が仕掛けて、坂井さんがちょっと受けるって感じなんですけど、受け方がうまいですよね。うん、だから、なんだろうな。 お芝居としては、いなし方って言ったら悪いんですけど <laughs>、いなされてる方ですからね、里島さんの方がいなされてる方になるんですけど、そんな感じがちょっと楽しいかなって感じですねで。これを感じてるのが自分だけなのかちょっとよく分かんないですけどね、時々そういうのがあるんですよね。であと自分もこれ 話しててままけど女のの人同士でそういういい感じる時って意外とあんんりななだよな自分がちょっと見逃してるだけかもしれないしまあ自分が男性なんでそ,そっちに気づいてしまうっていうかなんかそうわかる感じなのかもしれないですけど女性が見てたら女性同士でもなんかあるのかもしれないですねうんそんな感じで面白く見てますだからまあそういう見方もねちょっとしてみても面白いかもしれませんねって感じですねはいであとがえー、ちょっと待ってくださいねごちゃごちゃして,てすみません スがおかかしいのかなはいそんな感じですね。あとはその極道コメディの難しさですね。でこれに関してはまあテレビ東京でももうちょっと前に。 1>, 半年か1年前ぐらいにねあの、僕の関係のコミュニティですね、あったのあったんですけど、この辺はやっぱり難しいなと思います。本当に。漫画の世界だったら、それこそまあ、なんだろうな、まあ、ゴルゴ13じゃないんですけど、なんかそういう犯,犯罪聞かれスくものとか、そういうのもあるとは思うんですけど、やっぱ実写にするとね、まあ、ちょっと難しいところはあるなと思ってました。で、それに関しては、そのテレビの方とかも、じゃあそこをどう乗り越えていこうかみたいな感じで、多分やられてると思うんですけど、やっぱちょっと難しい。 かなと思っっててしまうって感じですねでピリッとしさせないといけないところもあるんですけどやっぱりその演じてる竹中直人さんとかもおられますよね竹中直人さんとかもおられますけど何だろうなやっぱり極道がかっこよよく見えちゃダメなようなう気もするんですよねでもそのストーリー上ちょっとかっこよく見せなきゃいけない部分もあるしだからそっちの部分がどうしても書き方がちょっと甘くなるってこともないんだけど。 そうですよね。極度最高とは、そんなドラマ作れないですからね。<laughs> そんな感じです。だから、そういう設定にするのか、それか、まあ、まあ、ちょっとしたヤンキーとかだったらいいのかな。んか、ヤンキー先生ぐらいだったら、もうちょっとなるのかもしれないんですけどね。うんだからその まあドラマっていうのが虚構の世界になるんですけどそこにそれを入れてくるっていうのがそもそもちょっと難しいところではあるのかもしれないなっていう感じですね。うんそんな感じですそ。ただその辺に関してはまあそれを頑張って見せようっていう感じの試みになってるかなと思ってますって感じですね。うん、であと最後はあとはそうですねあとはまあ全体的にこれが何でこのドラマをドラマ化しようっていうのをな なぜ選ばれたかっていうのは、やっぱり最終的にはですね、あの、この、あれこれ全然違うんです、けどちょっと待ってくださいね。<laughs> ちょっとこれはひどいぞ。えー、っと、最終的には主婦ですね、あのー、玉木宏さん演じる達さんっていうのが、主婦をなめんなと、うん、ね、テレビの前に <laughs> 向かって一括することによって、やっぱりその、 まあ今ね、あの主婦されてる方、実際にあの旦那さんであのお仕事というかね、あの家庭のことやってらっしゃる方もおりますし、まあ、実際は女の人ですね、あの奥さんの方がやられてる方いると思いますけど、そういう家事をやる人に対する、なんだろうな、が胸をすく感じの構造になってると、だから選ばれたんじゃないのかなという、うんまあ、あとはその新しい形ですよね。まあ、奥さんがデザイナーされて、 まあ旦那さんが主婦をやってるよという面白さも含めてって感じになってるんじゃないのかなと思ってますって感じですねで自分もやっぱりその最終回のこのねさっき見ましたけどストーリーで見たら最終回またねこのクッキーさんの絡みありますでこのクッキーさんに関してはあのー 多分ね、昔の経営劇とか、あとまあ、それこそ吉本の新喜,新喜劇とかもありますし、その昔の喜劇人のやつとか、ものすごい見てる方じゃないのかな <laughs> と思ってるんですよね。まあ、多趣味な方なんで、その辺がね、ちょっとよく出てて、 軽いんですよね軽いっていうかその演技が変な演技をしててもちゃんとね芯は外さない感じですよね。あとはやっぱりやり取りにしていくって感じですよね。その辺がやっぱりうまいからね。だからこそあの志尊淳さん笑っちゃったんじゃない笑っちゃったというかでも <laughs> それがでもお芝居の楽しみじゃないのかなと思ってますって感じですね。あと最後 ここにね、川口春奈さんですね。長崎県出身の川口春奈さんのここも良かったって感じですね <laughs>。これは、まあ、ちょっとしたこの桶、OK、を使って、なんかダジャレを言った後のこの春奈さんのこの顔ですね。こっちにあの玉木博さんがいるんですけど、これも良かったと。うん、そんな感じですね。こういう瞬間がね、一瞬でも見えると、やっぱ楽しいですよねっていう,う、そうですよね。そんな感じですので、ぜひ、最終回ですね。楽しみにしていきましょうと。はい、そんな感じですね。で、次が、 車内マリッジハニーですね。はい、こちらです。で、こちらに関しては、自分はね、1、2話に関しては、なんかそんなの乗れる感じじゃなかったんですよね。またこんな感じかっていうところもあるし、ところではあるのはあるんですけど、なんか3話から楽しく見れてきたって感じですね。で、全体で言うと、ストーリーまず言っときましょうか。ストーリーで言うと、これちょっとあれだな、イントロですね。すいません。 イントロで言うと、大雑把に言うとですね、まあ、あの即日婚しちゃった2人の話って感じになってます。で、自分が考えるのは、これで言うとですね、まあ、こちらの,あの松井愛理さん演じるアミさんですね、アミさんは、えーと、彼氏に浮気をされて婚約を解消し、自暴自棄になった春田ミ二23が婚活アプリで出会った三浦真夏26と顔も合わせずに即日婚をすることから始まりますと。 うん、で真夏さんが何をやったこっっちの真夏さんですね何をやったかというと、即日結婚している女性を募集しますという文字に引かれ、結婚を申し込んだと。うん、そんな感じですね。だから形だけの新婚生活と。まあ、本当に今、よくね、まあ、漫画でも今ありますし、まあ、多分ドラマとかでも多分あるんでしょうね。うん、そんな感じの設定ですので、まあ、家族とは何か恋人は何かということにもつな、まあ、がってくるお話ですって感じですね。うん、で このドラマがちょっっとまあ変わってるのはあざと女子ですねこちらにもちょっと書いてますけどド S 男子とあざとい女女子系の姫め事的なこのみんなに秘密にしてそういうことやってますよっていうことなんですけどそのあざと女子っていうのがまあちょっとあんまりピンときてなかったのとあとは何だろうなうーん何ですかねうーん だかちょっと急に面白くなったと。うん、で急に面白くなってからはその番宣の中ねコマーシャルとかもこうちょっと見ててもちょっと楽しく思えると。うん、これはちょっと俺ちょっと謎ですね本当に。分かりません。な、うんでか知んないけど楽しくなってきたと。うん、そんな感じですね。であとはその自分がちょっとシナリオとかちょっと書いてる時のあれで言ったらこれどのくらい自分がちょっと見逃してるの可能性もあるんですけどこう何話か何話か あの連続ドラマで続けていくとするとこの最初の設定の重要さですよね最初の設定の重要さってこれで言えばまあこの人が、うんまあ、た例えば今月会して自暴自棄になった人がこれっていうのはまあなんとなく分かるっちゃ分かるじゃないですか。 うん、まあでも掘っていけば何でそんなに結婚したいのかっていうのももちろんありますよねそういうところもあるんでしょうしこの真夏さんがですねなぜ即日結婚して結婚してくれる女性を募集し,、ま、して <laughs> 募集しますとことをそういうことを送ったのかっていうのももしかして説明あったかもしれないですけど見逃してるんですけどそこの強さですよねうんその強さが多分次の ドラマの展開であったりとかまあそのまあ何話を持たせるかと、うん、なるべく長い時間その連続ドラマとしてのあれを持たせるかになったら意外とやっぱり強くなってくるのかなと、うん、思いましたって感じですね、うん、何言ってるか分かりますかね <laughs> だからドラマって何ででも作れちゃうんですよねだからまあ基本的にはじゃあ明るい人ってなった時にじゃあなぜその人は明るいのかとか ねえなんでこの人はこのペ,ラペ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 ラ喋るのかとかなんでこの人は口が重いのかとかなんか一つ一つに多分理由があると思うんですよねうんそこを嘘の世界だからこそきっちりしとかないとなんかそのごドラマのご都合主義的な感じになっちゃうと、うん、そこを丁寧に書くっていうのがやっぱり難しいところだなと思いますよねというそれは自分に対するちょっと反省でもないですけどそうなんだよなとうん こんな感じですね。うん、あとは最後、この、えっ、ー、と、キャストですね。これ乗ってるかなあ、乗ってましたね。こんな感じで乗ってます。まあ、こんな感じ皆さん美男美女とか出てきますけど、その松井愛理さんですね。松井愛理さんはこの、この前の時はあざと女子じゃなくて、ド S 女子だったかなド S かなんかのやってたのです。まあ、だから、ま、丸っきりちょっと逆にはなるんですけど、なんだろうな。この人なんか軽さはちょっと、 軽さつか特に女優さんで見られる何だろうなうーん実際の自分とは全然違うからこそ軽くやれる感じがいい感じに回ってるって感じですよね。う 1、2話に関してはちょっとあれなったど、んどんどんどん、あここかっていうのをもうちょっと掴んだ感じですよね。だから、勘のいいやっぱり役者さんなんじゃないのかなと思ってます。あここだけ押さえとけば、大体、その、春田亜美っていうものを演じられるって感じになっちゃった感じでしょうね。うん。あと、その、こちらを演じられると、板垣さんですね。板垣さんも前、なんか別のドラマでも多分見てたんですけど、この人とかもちょっと掴んできた感じはしますよね。で、も、まあ、やっぱり、ド S 男子とか、こう、もう本当難しいと思うんですよね。 うん、変にやるとちょっと浮いちゃう感じだしでもそんなやついないけどいるように思わせるっていうのはね結構そのいわゆるかっこいい系の俳優さんのね鬼門となってくるとこだと思うんでそれはちょっとでもなんか今のところ これもやっぱり3話ぐらいからですかね。あ、なんか、なんだかんだでちょっとうまくこなしてるな、みたいな。うん。そんな感じはしたんで、まあ、2人にちょっとだんだん興味が持ててきたという感じですので、まあ、こちらはどっちかといえば始まったばっかりですね。ばっかりですので、まあ、大のもまだ簡単だと思いますので、もしよかったら見てください。ということで、花太郎でした。失礼します。